日本中から産地直送新鮮ゲルが大集合しちゃったんです。そして女の子だけの水泳大会という大胆不敵、まさに血管ビッグウンコのすごいイベントを開いたのであります。今日ここに集まったギャルは今人気最高のギンギンアイドル、パワー爆発熱血ギャル、スタイル自慢のピチピチモデル、各種ギャルが200人ドーンと取り揃えております。しかしギャルギャルと言ってあの子って言ってはいけません。彼女たちのガッツパワー、どれをとってもそこらの夏バテ気味のアンちゃんおっさんとは桁外れの段違い。そのド迫力シーンに皆さんの目はビヨーンとテレビの画面に吸い付いちゃいます。ブランカンだけは綺麗に掃除しておいてくださいね。で、そんな絶頂ギャルが何をするか、ここだけの話ですが教えちゃいましょう。芸能界一のベストスイマーが繰り広げる競泳競技、パワーとパワーの激突、ウルトラパワフルゲーム。期待に泣き抜いた美しさを一気に大公開、水着ファッションショー。まさに今の女の美しさ、素晴らしさを見せつけちゃう女ならではの90分になっているんであります。さらに夏ということで、懐かしい場面や思い出のスターたちも続々登場。15年にわたる水泳大会を振り返って懐かしいゲロを楽しみてみようという番外編もついていますから、ファンの皆さんも楽しみにしていてくださいね。さあ、なんてったってともかく史上初の超豪華大企画、女の子の女の子による女の子のための新しいビッグイベントの幕開けです。さあ皆さんご覧ください、女だらけ。この女といえばですね、まずイオちゃんのような可愛い女の子、そしてですね、素晴らしいアイドルたち、そしてですね、マドンナを彷彿させるような、派手めな女とかですね、そしてガマクジラみたいな女とかですね、おいおいおい、そういうわけじゃなくて、別にあなたのことは言ってないじゃないですか、まあそういうような女の子もいっぱい入ってるというわけで、今回の水泳大会はですね、なんと女の子たちばっかり200名も集めまして、水泳大会を皆さんにお届けしようというわけでございまして、司会は私、なんと幸せ者、たった一人だけ男ね。まあテレビを見てる皆さんはですね、何言ってんねん、スタッフとか周りは全部男だろうと思いでしょう。ところがどっこい、私はちゃんとスタッフも女を揃えました。ご覧くださいね。気持ち悪いんだお前ら、何だよ気持ち悪い。というわけで、まあ、こっちの出演者側はね、私一人だけということでね、頑張っていきたいと思います。私司会の田代正史方さん、そして私のお相手を務めますのは、はい、初めての女の子だけの出演大会になんとか成功させたいと思っております、松本優です。本当に成功させたいですね。ですね、はい。というわけで、早速、両軍のですね、応援団長を紹介していきたいと思います。はい、まずは国民応援団長、長谷千草さんです。そして、白組応援団長、ガッペン松本。さあ、両軍のですね、はい、団長がですね、こちらに集まってきてください。副団長は、赤組はね、山瀬真美、ね、はい、大丈夫か、ちょっと違うわけだけどな、もう食いたいのやめろ。そして白組の副団長は松本代表して、アイドル代表して、どこがアイドルなんだよ、松本明子だよね、はい、すいません、よろしくお願いします。まずはですね、あの赤組のですね、こう意気込みみたいなの聞かせてもらいたいんですか。そうですね、あのデブの弱点は足なんで、足を狙っていきたいと思います。デブですからね。このように言っておりますが、デブに言われても頭に来ませんね。デブにデブと言われても頭は来ない。30キロぐらいありますからね、やっぱり。向こうが30キロ重い。頑張りたいと思います。今日はですね、山瀬が頑張ってますので、今日は突っかかっていきたいっていう。じゃあまずですね、両軍の、応援団長同士のね、握手から、スタートさせたいと思うので、握手を。じゃあ山瀬がこっち行きますか。山瀬対ダンプの戦いをもう。山瀬の奇襲攻撃が見事、成功したようになりますが、まずはこちらから行ってみたいと思います。総額5メートル級ハイジャンプ。飛び込み台ハイジャンプ競技でございますが、はいはい、まあ去年ですとでね、10メーターからですね、マッチが飛び込んで見事ね優勝いたしましたが、この競技はですね、はい、この飛び込み台から飛び込んでですね、うん、どれだけたくさん、飛べるかという簡単な競技ですね。はい、どれだけ距離が伸びるか、はい、ということですね。まあ今回は女の子ということでね、はい、まあ一応こう低いところに今いますが、うん、一応ですね、上の方に上がってですね、うん、10メーターというのはどのくらいの高さなのか、みんなでね、うんうん、見てみたいと思うんですよ、はい、ね、
じゃあ一応移動して見るだけ。10メートルってどのぐらい高いか。10メートルから飛びたいという人は飛んでいいんだよね。そう、飛んでも構いません。ちゃんとあの柵がしてありますから大丈夫ですからね。いや、怖い。怖い。さあ、皆さん上がってきてください。さあ、一人ずつで覗いてください。10メートルってのはどのぐらいの高さなのか。順番に、危ないですからね。気をつけてください、橋の方はね。山瀬まみはもう泣いてしまっております。山瀬泣いております。もうね、ダンプさんね、ピクニック気分ですからね。展望台上がった気分で昼、お昼飯何食うとか言って話してますからね。さあ、降りてください。風が強くて飛ばされそうになったら、あのダンプにしがみつくと大丈夫ですからね。ここに降りてきてください。ちょっとあの黒木さん見ていただいて、このぐらいだったらいけるじゃないですかね。いや、もう私、思わず足がすくんでしまいました。何なんでしょう、今の。歩きづろうござりまするか。ございますね。じゃあ私独断と偏見で決めます。この5メーターから今回挑戦いたします。いいですね。それではまず赤組山瀬まみから挑戦していただきます、はい、山瀬ちょっとお前これはどうフォローしていいんでしょうか。あのほらこんなもんどうしますか。じゃあですね、山瀬は少しね、決心する覚悟をね、つけさせる。お、松本行く。まずトップバッターはですね、白組松本明子が挑戦いたします。もう一段上からいきますか。もう一段7メーターから松本挑戦します。大丈夫。よし、じゃあ、7メーター行こう。さあ、トップバッター松本、なんと7メーターから挑戦すると自分で言い切ってしまいました。ダンプさん、あとよろしくね。ダンプさんもね、にこやかに見送ってくれております。おっと、松本、お前らおお、いきなり仲間たちが蛍の光を歌ってしまっております。いや、死ぬことはない。ちょっと股間打った時にですね、まああの変形したりなんかするかもしれませんが、そのくらいです。松本、松本さんでやりまーす。どう見た。おっと、根性ある。男の私でもできない。4メーター50、記録は4メーター50。やりました、松本。やっと踏ん切りがつきました。山瀬まみ、いきます。目つぶって、せーの、せーの、もう一回、せーの。どこで息吸ったらいいの。どこで息吸ったらいいの。だからせーのって言ったらってこうだよ。待って、頑張れ。せーの。やったー、山瀬。おお、上向け、上。危ねえな。カメみたいになった。カメ。さあ、今の記録は。5メーター。おっと、松本を抜いた。5メーター。さあ、続きまして、白組、中山陽子。大丈夫ですか、この高さは。高いところ全然平気。こっからでもあんま変わんないような気がするんですけど。じゃあ10メーター行きますか。じゃあ頑張ります。もし10メーター。はいはい。さあ、なんとですね、女が初めて、この大会で挑戦いたします。過去マッチにしか、できなかったこの記録をいきなり中山陽子ちゃんが塗り替えようとしております。行きます。いおー、素晴らしい、素晴らしい記録が出ました。8メーターですよ。これはちょっとね、他の記録が塗り替えられなかった。
難しいかもしれませんね。さあ、もう後の人はちょっとも怖くないと思います。いや、続いてどんどんいきたいと思います。赤組、石野陽子ちゃん。さあ、石野陽子ちゃんはですね、7メーターからいきますか。5メーターでいいですか。さあ、それでは行ってみましょう。5メーター50。さあ、続きまして、白組、ダンプ松本。頑張ってください。ダンプさん、ダンプさんは10メーターから行くでしょ。当たり前だよ。おお、10メーター本当に行く。10メーター行きます。いや、大丈夫ですか。大丈夫だ。その場所お前もやるだろ。なんで。だからさっきも言いましたように、今ここで私がくたばったら司会をするのは他にいません。だからそうじゃなくて、まずダンプさんが行ってもらいたい。見ないようにして飛び込む。これは危険じゃないですか。もうここで死ねたらモットーです。本望じゃないですか。わざとです。わざとですか。さあ、ここで死ねたらモットーというね、モットーを持っております。さあ、名言を吐いてしまったダンプ松本、10メーターに挑戦です。また来ました。おお、行った。おお、ものすごい水しぶき。記録は6メーター。続いていきたいと思います。赤組、中谷千草。ダンプは10メーターです。自分も上から10メーター行く。中谷千草、10メーター挑戦。すごいな、みんな。プロレスより怖いわ。プロレスより怖い。プロレスより怖い。そりゃそうでしょ。殴られてる方がいいですよ。ダンプに殴られてる方が。ダンプに殴られてる方がまだいい。まだいい。自分ではダンプ松本の30キロの体重差があるという、その水しぶきにも注目してみたい。さあ、選手を統一して行った。おお、ものすごいプレーが出てた。10メーター50。新記録。続いては白組、浅香唯ちゃん。お、7メーターか。はい、ここでいいです。ここで。さあ、じゃあ浅香唯ちゃんはですね、この5メーターに挑戦するそうです。おっと、いった。お、結構いきました。はい、6メーター50。結構いい記録ですね。さあ、赤組、吉本美代子、みっちゃんも挑戦します。みっちゃん、はい、人の見ながら顔色が真っ青になっております。みっちゃん、大丈夫ですか。ダメですよ。だみんな最初は、あ、私ここから出る駅かなって思ったんです。だみんな上から飛んじゃうから、もうダメだと思って。あ、もういいです。私はなんでダメだってか、そういう問題じゃなくてさ、みんながみんな上から飛んだら私も上から行こうかなと思わない。じゃなくて、じゃあ5メーターから行ってください。いや、みっちょんならできる。大丈夫。みっちょんならできる。助走をつけてですね、この5メーター級からですね、新記録を出してしまうんじゃないでしょうか。何なんでしょう。おお、掛け声だけ飛び込んでどうすんだよ。本当ダメだわとか言って、今ちょっとおばさん臭かったですよ。言ってください。ターザンみたいに来ました。6メーター、記録は6メーター。さあ、続きまして、伊藤優子。はい。はい。行きますね。行きますね。さあ、行ってください。いきなり泣いてしまう。ってか、私もこうやってしまいます。笑ってるんですか、泣いてるんですか。はい。ドキドキする。頑張れ。待って。危ない。記録は5メーター50。
ということですね、10m50 でした、はい、高山千恵さん優勝、おめでとうございます。いやいや、まだこれから次の、ね、競技が待ってますからね。やった、いけ、民族の楽しいお酒です。高山焼酎純と純米。熱い感動と興奮の音楽&映像スペクタクル、パッセンジャー過ぎ去りし日々。この新芋を種と仕掛けだらけの企業秘密に入れますと、おいしさだらけのお札ドキになります。新芋塩味覚糖お札ドキ。私の肌と私の肌は違います。私のセルツと私のセルツは違います。一人一人の資生堂セルツ新発売、肌の活気が違ってきます。